ちは。こんにちは。同じくアンプラグドに所属している法学部4年生の村上優と言います。よろしくお願いします。まず、早速1曲目なんですけど、その前にちょっと、まあ、曲紹介となんか自己紹介でちょっと話そうと思います。僕結構その新聞の一般投書欄を読むのが好きで、なんか最近ものすごく印象的だったものがあって、漫画のドラゴンボールってあるじゃないですか。あれのエピソードでなんか2巻にちょっとこれを確認するためだけに朝そのブックオフに行って確認してきたんですけど、曖昧だったんで、なんかまあ2巻に主人公孫悟空って大体みんなわかりますかね。もともと尻尾が生えてるじゃないですか。それが満月を見たら大猿っていうめちゃめちゃでかい猿になって暴れるんですけど、それを抑えるためにこう尻尾を切られるっていうシーンがあって、で正気に戻った後に、まあ要するには僕たちにはあんまりわからないですけど、尻尾って悟空にとっては大切な体の一部だったわけじゃないですか。それをまあ ないことに気づいて、最初はあないってびっくりするんですけど、その次のコマでまあいっかって言ってみんながずっこけるっていうシーンがあって、それを多分投書された方が確か40代50代60代ぐらいの女性の方だったと思うんですけど、そのなんか大事なものを失ったのにすぐにこうパッと切り替えられるっていう、その悟空のそこの明るさみたいなものに感銘を受けて、でその方のその後の人生でなんか苦しいことがあるたびに、その悟空のなんか底抜けの明るさみたいなものをなんか心の支えにされてきたっていうのを僕は読んで、僕も結構漫画が好きで一番最初に集めた漫画がドラゴンボールだったんですけど、で何回も僕もそのシーンを読んでいたはずなのに全然そんなことは思わなくって、なんか同じものを読んでもこんな風に違う風に解釈して心の支えにできることがあるんだなと思ってものすごく感動しました。だからなんかちょっと嫌なことがあったら僕もまあいいかって言ってみようかなって思います。ということで、まず1曲目なんですけど、ドラゴンボール GT の主題歌となっていた、フィールドオブビューの、だんだん心惹かれていくという歌があります。よろしくお願いします。
見る道具牛でだんだん心惹かれていくでした。次2曲目に行くんですけど、まあ、今僕が今4年生大学4年生で卒業間近に控えているということもあって、なんかもうこれまでの人生とかを振り返ってみると、なんかやっぱりいいこともたくさんあったんだけど、なんか嫌なこともたくさんあったなとか思って、なんかもうネガティブなこともたくさんあったとは思うんですけど、ただなんかその今振り返ってみると、なんかそういうことをきっかけに、やっぱりなんかネガティブなことがある時ってものすごくいろんなことを考えてしまうので、それがきっかけでなんか自分の考えが深まって、自分なりの、その、まあ、考え方が確立されたりとか、その中でなんかつながった縁とか得たものもたくさんあったなと思って、なんかやっぱりそのもちろん過去は変えられないんですけど、そのネガティブなものの中にこのポジティブな要素みたいなのを見出すことはなんか自分次第でできるんだなみたいなことを思いました。次に歌うのが、あの歌詞だけを見るとものすごくネガティブな言葉が並んでいるようには見えるんですけど、あの曲全体からものすごくポジティブなエネルギーを感じるという、そういう曲です。高橋優さんのボーリングという曲を聴いてください。雨のせい
ありがとうございました。高橋優さんでボーリングでした。次が最後の曲なんですけど、まあ、今回はそのチャリティーコンサートということで、なんか人との縁みたいなものについて考えてみたんですけど、そもそも僕がアンプラグドに入ったのも、あのアンプラグドと全く関係のないカンドレであったコンサートに、まあ、あの吉富さんと、あともう一人、まあ、アンプラグドの大先輩中山圭介先輩っていう方に出会って、なんかちょっとアンプラグドなんか木曜日になんかアンプラウィークっていうのやってるから来ないっていうのが、それがきっかけで入ったんですけど、そういうのとかこれまで小学校中学校高校っていう節目で、なんかどうしても仲がいい友達とバラバラになってしまって、それはなんかまあ自分にとってはどうしようもないことだったので、なんか人との縁っていうのはやっぱり自分がどうこうできるものではなくて、なんかある意味なんか流れに身を任せるしかないのかなみたいなことを思っていたんですけど、ただなんかまあ二十数年生きていく中で、なんか自分にとってどうしても切れてほしくない縁みたいなものができてきて、そういう時になんか自分から連絡をしてみると、なんか案外切れない縁っていうのもたくさんあることに気づいて、なんだろう、そうですね、まあ、これから大学を卒業を機にまたバラバラになってはしまうんですけど、何かこう自分にできる、 もちろんあらゆる人とその縁をつなぎ止めることがベストだとは思わないし、それぞれの人との付き合い方っていうのはやっぱり考えていかないとは思うんですけど、やっぱりそのまあ自然になんか自然にどうこうなる縁の他に、自分がどうこうできる縁みたいなものもなんか考えていきたいなと思います。で、まあ、最後に歌うのがあの、まあ、よくその人とのつながりっていうことの象徴で空っていう歌をよく歌われると思うんですけど、Mr.Children の星になれたらという曲を最後に歌おうと思います。今日本当にありがとうございました。Oh, sorry.